こんにちは、かおさんです。今日はですね、1日5分でできる疲れを取るストレッチ4選を紹介したいと思います。これね、実際にかおさんも前まで結構ほんと肩こりとかひどくて、もう辛い時だと手足とかがしびれてきちゃってみたいなのが、本当だから2ヶ月に1回ぐらい本当にひどい時があったんですけど、このストレッチを始めてからすごい体が楽になったし、あとはなんか疲れにくくなりました。なのでこれぜひ毎日ね、ちょっとの時間でもいいのでやってもらえたらいいなと思いますので、紹介したいと思います。はい、そしたらまず、1つ目ですね。1つ目はお尻のストレッチです。でお尻のストレッチ結構みんなやってたりもするんですけど、まずは、片膝を立ててもらって、もう片方の足を膝の上に置きます。でこの、足と足の間のところに手を通して握ってもらいます。これで、ぐーって胸の方に引き寄せてもらって、30秒間やります。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、反対ですね。この時結構できるだけ胸の方に寄せてあげてほしいのと、あとは腰が浮かないようにしてあげると、よりお尻の伸びを感じられると思うので注意してやってください。はい、じゃあ反対です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。結構ね、足とか組む人は片側だけなんか痛いっていう時とかもあると思うので、痛い方をちょっと多めにやってあげてもいいと思います。はい、次に前もものストレッチです。でこれも結構メジャーなんですけど、本当にこれは効きます。でかおさんももともと前ももがすごい張ってたんですけど、これをやるようになってからすごく前ももの張りが減りました。なのでぜひやってみてください。まず、手を、四つ前になって開いてもらって、片方の足を手と手の間に置きます。この足を横に倒してもらって、反対の足をグググッと後ろに引きます。でこの状態で後ろの足を立てて左の手で持ちます。でいける人はできるだけちょっと前に倒れるようにして引っ張ると、前ももがすごく伸びます。このまま30秒いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、これもね、結構最初の方は固まってるとめちゃくちゃ痛いと思うんですけど、毎日やってると本当に徐々に柔らかくなってくるのでやってみてください。で、反対。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。それでも全然伸びないよっていう人は、この膝の上とかにクッションとかを、膝の下ですね、クッションを敷いてやるとより伸びが分かりやすくなると思うので、ぜひやってみてください。はい、で3つ目ですね。3つ目はもうスーパー無難ではあるんですけど、開脚です。でこれは左右に足を開いてもらって前に倒します。で前に倒す時なんですけど、お尻を後ろにこう出す感じで骨盤を立てるっていうんですけど、結構こういう感じに胸を丸めちゃう人が多いんですけど、これだと全然意味がないので、お尻をこうグッと入れる感じで倒してあげると股関節のストレッチになりますので、これも結構辛いんですけどやってみましょう。では30秒いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、20、21、22、23、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、で股関節のストレッチの時は、できれば指の先はこっちじゃなくてこっち側を向くようにしてもらって、で足多分ここら辺ピキってなって痛いと思うので、ちょっとこういう風に叩きながらほぐしながらやってあげると伸びが良くなります。で倒す時はふーって息を吐いてあげるとより伸びが深くなるので、息を止めずにふーって吐きながらストレッチしてください。はい、で最後に4つ目が背中のストレッチです。これは結構壁を使うんですけど、映るかな、壁を使うんですけど、こんな感じに壁に手をついてもらって下を向きます。でこのまま頭をグイーって下に押し込んであげて、この肩のところが伸びるのを感じてください。これをやってあげることによって自律神経が整って、いいらしいです。はい、ではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。これをね、1日1回と言わず朝夜とかやってあげるとすごく頭がすっきりするので、ぜひやってみてください。はい、じゃあ今日のストレッチ動画は以上です。今回の動画いいねと思ってくれた方はぜひ高評価、チャンネル登録、インスタのフォローもお願いします。かおさんでした。